関東より西では天気急変に注意が必要です木田さん、はい、現在は晴れているところ多いですかそうですね、えー、では見てみましょうかこちらです、えー、現在の皆さんからの天気報告見ますとオレンジ色の影はっきりが、はいえー、目立っていますあ、まあ、ただ宮崎県あたりがちょっと変わりやすい天気あと日本海側一部 ちょっと弱いながらの雨の報告は届いています。はい、まあ日本海側の雨はまあ午前中の間にはまあ止んでくるだろうといった状況です。うん、降っても弱い雨です。宮崎県に関してはこの後も天気の急変、え急な雨雷雨には、えー、注意をしていただきたいと思います。はい、でその他晴れているところ多いんですが、ちょっと上空の気温を確認したいと思います。はい。はいえー、こちら左が上空だいたい1500メートル。 付近の、えー、気温そして右側、えー、こちらがですねだい、え、た、ー、い9000メートルぐらいの高いところですねの気温になりますえー、そして、まあの1500メートル付近の気温を見ると西日本この通り気温が高いまあ暖かい空気が、えー、大暖か,い暖かい空気に 覆われているという形になります、はい、で一方ですね上空の寒気見ますと、えー、この通り東海エリアぐらいまで、えー、冷たい空気が流れ込んでいるといった状況になります、はい、暖かい空気は東海ぐらいまでそして冷たい空気も東海エリアぐらいまで流れてきてますねで、まあ、この温度差ということもあって、はい、え大気の状態が不安定ですまあ、日中気温が上がるとよりねゲリラ雷雨が発生 しやすくなります、はい、ではその後の予想を見ていきましょうこちら今日の正午ですがまあ、黄色のエリアが東海から西で広がってますよねまだそんなに高くなくやや低めといった形ですで進めていきますと一部近畿エリアが赤色で高くなりますが、はい、夕方ぐらいにかけて、まあ、東海エリア赤色や紫色が出て 雷雨の発生リスクが高くなりそうです。夜にかけてね、名古屋周辺でも発生リスクが高くなりますので、まあ今日はですね、特に東海地方、夕方から夜にかけて急な雨、雷雨をお気を付けください。またその他の西日本もね、モクモクした雲を見かけたら急な雨、雷雨の恐れがあると考えてください。なるほど、今晴れていてもお帰りの時間帯で雨の可能性もとてもありますね。そうですね。はい。 気をつけていただきたいですまた最新の気象情報はウェザーニュースのアプリからも確認することができますチェックしてください <music>